見える？湖面じゃなくて？うん、水の中だよ。ちっちゃいのがいるじゃん。え、見えない？ああ。見える？あれどこ行っちゃった？あ、ほらその辺その辺その辺に来たよね。ほら、いっぱい来たよね。メダカなのかなんだかわかんないけど、なんかいっぱいいるね。ほら見て見て見て、アメンボの影ってああいう風になるわけ。見える？水の中にさ、ああやって太陽に照らされると丸い。サイコロの5みたいな感じになるんだよね。ね、あれがアメンボの影。あ、トンボ、なんか変わったトンボだね。うん、違う。よし、ちょっと移動してみようか。こっちにもいるかな。こっちにもいっぱいいると思うけど、流れが結構あるから見えないんだよね。歩ける歩ける。これアメンボの大きさが。うん。うん、見て、あんなでっかいよ。うん、ここにはこんなちっちゃいの。ちっちゃい。アメンボの影が、こっちゃんアメンボの影ってああいう風になるんだよ。影。メダカみたいなのいっぱいいるけどね。こっちはいないね。うん。うん。うん、こっちは前見て。うん、こういうさ、ちょっとボコってなってるようなところに魚がいることが多いんだけど、今日はいません。あ、カエル。カエル、あー、黒い、黒いね。黒いカエルだね。うん、カエルいるんだけど、うん、黒いんだね。緑じゃない。うん、でもアマガエルとかも、あ、メンボはそこにもいる。うん、アメンボそこにもいる。あ、メンボはいっぱいいるね。夏だったらここ入れるね。ここにもアメンボいるね。でもアメンボばっかりだな。カエルってだいたいさ、岩の上とかにいる。まああと田んぼとか種類によるね。いや、ここの中ならカエルが。うん、うん、そうね。岩が多いかもね。水の中だと泳げるよ。もちろん泳げるよ。死んでた。うん、カエルカエルって言ってる子いたけどね。うん、全然カエル見える。
はやこちゃん立って歩くの。ここら辺岩ないからいない。カエル。泳いでるカエルなんてあんまりいるから。こういう岩に亀がいたらすごいけど。亀？いや、いないけど。亀いたらすごいですね。いたらすごいね。岩と間違えてブイって踏んだら亀だった。流れが止まってるけど、こっから水が出てきてんだよ、これ。見える？どっから？この辺多分湧き水なんでしょ、これ。あ、出てる。うん。ずっと動いてるでしょ、これ、うん、水が、うん、この辺湧き水が出てるから、こっちの川と繋がってなくても水が溜まってんだよ。うん、まだ1匹しかいないカエル、うん、だってカエルそんな好きじゃないんだからいいじゃん、関係ないじゃん。うん、とにかく何匹いるのかなって。なんでそんなダミ声なの？え？なんでそんなダミ声なの？なーい。あ、こっからも、こっからもほら水がどん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 流れてきてる。上からどんどん流れてきてる。うん、あれ冷たいよ。これも冷たい。うん、飲めないけどね。飲まない方がいいけどね。飲めたらすごいよ。うん。こういうところ。あ、まあ、まあ、そこそこ冷たい。そこそこ、あ、でも冷たいかも。うん、こっちゃん、あ、冷たいですね。ね。そこそこ冷たい。でも汚い。汚いかどうかわからない。汚いかどうかわかりません。どこ行くの？うん、ちょっと探検。この辺はカニとかいないのかな？次へ行ってみましょう。